right before my eyes it grays. Oh, so sweet. Oh, so sweet. 天然親父のぶちゃんと辛口ミキティのハッピーセラピスト。わあ、ずれた。出張開業パート3、うん、ということで、うん、継続ですね、うんうん、継続と集客、うんうん、これでもサロン営業も出張開業も同じなんで、あ、もしあれだったら一緒に話しちゃったら、そうね、確かに確かに、うんうん、いいかもしれない、うんうんうん、うん、継続大事ですよね。でも継続するにはまず、うん、やっぱり自分の、うん、さっき言ったハートじゃないけど、うんうんうん、ハートを切らさない、うん、ちょっと細かく言うと、うん、その一人のお客様に対して行きました、うん、最初の時って一生懸命やるじゃないですか、うん、いろんな話してコミュニケーション取って、うん、でも2回目3回目4回目も10回目20回目になってくると、うん、そういうことを怠りがちになるんで、うん、それが継続しない一つの理由なんですよ ね、 なるほどね、お客様もね、うんうん、あの、あ、なんか変わっちゃったなみたいな、うん、なんかあんま一生懸命じゃないし、うん、あの、なんて言うんだろうね、なってきちゃって、うん、っていうところも実は、うん、オーナーさんの考えも実は一緒なんじゃないかなって私は思ってて、うん、だからそこを大事にしてるって感じかな、うん、そう、モチベーションなのかな、うんうん、そういうとこどう？私はそうです、まあ、やっぱり2回目よりも3回、あ、そうね、1回目受けて2回目、次3回目来てもらえるかどうかって結構プレッシャーはあって、だから結構ドキドキしますけど、うんうんうん、で3回4回になった時にこの人の何が欲しいかさえ分かっちゃえば、それはやっぱり何が求めてるのかってとこですよね、うん、お客様、うん、そこを毎回毎回外さないでちゃんとやるっていうところ、うんうん、そうですね、それがリピーターにつながる。そうだよね、リピーターってどうしてる、うん、どういうふうになんか仕組みがある、どういうリピーター、あ、でも仕組みに、例えばすごい簡単なところで言うと、ポイントカードはすごい、あの、いいペースで貯まるようにできているので、来てるお客様の方がすごいやっぱり、いい、安く受けれるとかね、うん、うん、うちはポイント一切最初だけでもうスパッとやめちゃった理由があって、あ、うんうん、テンションが下がる、こっちのポイント使う時30分、うんうんうん、あ、無料だな、じゃあ30分の値段しかいただけないんだなって言うとね、自分のテンションがね保てないんですよ。あ、なるほどね、確かに自分の技術が保てないですよね。うんうん、うん、だから私はポイントはやって、うんうんうん、全くサービス的なこともやってないですよ。あ、本当ですか、うん、私はもうサービスがすごい多いから、あ、まあ、それはだからサービスを今日使いますかってことを、あ、でも店舗営業ってそういうとこ、そうかも、ね、ホットペッパーとかそれもちょっと忘れると、ね、やっぱりお客さんはあーってなるから、結構やること多いかも。あ、うん、ポイント今日もつけてみたいな。何にもそういうの何にもやってないんだよ、サービスは。逆にじゃあそのリピートするというかね、そういうのは何か工夫は。究極言う？究極、うん。びっくりしますよ、究極。何？そもそも、うん、リピーターを取らないです、うん、私は。え？どういうこと？お客様任せ。そういうことね、次につなげるためのリピートはしないわざと、ああ次いついつ来てくださいねって提案もしないですし、はいはい、そこで全く一緒かも。本当ですか？私もしない。しないんだ。しない、次来てくださいは言わない、うん、だからお客さんによっては、うん、そうだね、うん、そういう、なんていうんだろう、こう即してあのこうした方がいいよって言うと、うん、あ、そうなんですかっていう場合もあるんだけども、うんうん、そもそもだからお客さんが来たいとき、うん、あの、連絡くださいって形を取ってます、うん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 、そうすることによって私時間を保ててるんです、ここ実は、それが大きくて、なるほど、時間を保ててる、あの、うん、時間を使える、こういう時間、あ、なるほど、うん、次の予約、次の予約って入れてると結構手帳埋まってくじゃないですか、そういう時期もありました、はい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 、埋めてくっていうやり方、うんうんうん、するとその動けないよね、もう、うん、確かに、うん、でも今はだから、うん、今もだからもしかしたら電話なるかもしれないんで、うんうんうん、何時行けますっていう感じで、うんうんうん、大体その日その日の予約の形にわざとしてます。なるほどね、はいはい、あ、それはでもまたサロンやサービス内容によってはそれぞれで、 うちはダイエットのメニューがあるから、これに関してはね、めちゃくちゃペース大事なんですよ。大事だと思う。そう、だから昨日いらした方とかも太もものセルライトが気になってて、やっぱりね、その3回をどう連続で受けるかすごい成果の出方変わるんですよ。まあ、それは
ご案内して、まあ、あの料理人じゃないけど下ごしらえしながら、うん、あこれちょっといけます、あと自分努力でいけますみたいなところは、うん、あのきっちりご案内して、精が出なかったらやっぱり信頼してもらえないから、そういう、うん、だからメニューとかそういう、うん、携帯によって違うってことだね、うんうん、でも委ねます最終もちろん、うん、決定は私だから逆の立場で受けに行った時に、うん、次来てくださいっていうあれあの即し方を聞くのがすごい嫌いなんですよ、苦手な方多いですね、まあ、うん、来た、あまたこうクロージングね、やっぱそういう店そうだよなと思ったら、うん、それがすごい自分が嫌なんで、うん、私は言わないようにしてます、また疲れた時は呼んでくださいねぐらいな感じ、ほわんとした感じ、うん、あとはちょっと LINE アットだけはやってます、あの LINE アット、あの施術とか電話でこうやり取りとかしちゃうと、うん、あのそのお客さんにもね迷惑かかるし、うん、だからなるべく LINE で予約してほしいってことは最後にお願いして LINE アット登録してもらう、そもそも LINE アット嫌いな人はそんな、うん、あのしつこく言わないで、あ分かりましたぐらいな、じゃあまた電話くださいぐらいな感じ、うん、移動もバイクなんで特にあのあそか LINE で予約いただけるとすごいありがたいですね、うんうんうん、という形で、その LINE アットがね、うんうん、この前ね、携帯を新しく変えたらね、うん、移行に失敗してゼロになっちゃったんです。そういうこともあるので、みんなさ、携帯電話変えて移行するとき気をつけてくださいね。そうね。本当に、その後だから、うん、すぐだったら LINE 事務局に言えば戻るよって言われて、あ、そうなの？そうよ、そう。事務局に何度も連絡しても、何度も何度も連絡、電話はありませんからね、LINE って。あの、うん、問い合わせ、うんうん、もう全然連絡、もう何ヶ月も経ってる。もう諦めた。一から。一から。そうそう。だから集客だよね。うん、あ、そうね。今度集客ですね。継続イコール集客じゃないですか。うん、集客の仕方、うん。うん。どうやってきたんですか？私はだから昔はチラシ。チラシね。この間の話で。もうね、チラシってね、実はね、うん、今の時代全く当たらないんですよね。うん、当たらないです、うん。まあ地域密着で地域だけやってる分には、うん、いいかもしれないけど、うん、うちみたいに今ちょっと規模的にはもう東京全体、うん、神奈川みたいなちょっと広範囲になってくると、もうネットじゃないですか今ネットの時代で、うん、じゃあ出張整体頼むとき皆さんどういう検索をしてるんですかって話ですよね。うん、その検索キーワードが重要で、うん、あ、なるほど。でそこの SEO をホームページ強めていくっていうのも。一つだし、うんうんうん、あとは一番上に来る、検索して一番上に来るって何か分かります？例えば出張整体呼びたい、例えばじゃあ、横浜、うん、どうしよう、都筑区だするじゃないですか、うんうんうん、都筑区の人が出張でちょっと呼びたいなって言ったらどういう検索をします？もう横浜都筑区出張整体、あ、うん、でもそもそもね出張整体というカテゴリーがねあんまりね検索されないんですよ。じゃあもうマッサージかな。そうなんですよ。確かに。だから大体、うん、地域入れて出張マッサージとか引く人が多いんで、うん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 、そこの一番上に来るものって何でしょうって話なんですよね。広告。そうなんですよ。広告なんですよ。ね、うん、確かに。私は昔からやってます。DPC、マジで？最初からヤフーとグーグルに関してはずっとお金かけて、うんうんうん、その検索で引いた人が出てくるように。してます。そこはなるほど。でもね、そこのお金かけるのはね、ワンクリックされると100円とかね、例えばですけど、うん、かかるんで、嫌いな人はね、やりたくないし、お金かかるしっていうところの一つの壁がまたありますよね。確かに。あの、実を言うと、昔はね、うん、PPC 広告は、すごい費用対効果良かったんですよ。今はマイナスです。あ、そうなんだ。かなりマイナス。でも、リピーターにしていけば、元取れるって話。わかりました。PPC 広告で聞くとね、うん、Yahoo はリスティング広告って名前で、うんうん、Google は AdWords 広告っていう、はいはい、登録して、うん、あの審査を受ければ、うん、あのそのホームページが選定できるという、うん、で自分で検索キーワード書いて、うん、この単価はいくらですって設定ができる。60円で60円にして、うんうんうん、ワンクリックすると60円かかっちゃう、うんうんうん、でも業者さんがクリックすることが多いんで、もう非常にしないで本当にね、電話で言っちゃいますからね、あの押しましたみたいな、業者さんに押しましたみたいな、押してないですよねなんか言い訳します。あるある。必ず一回ね、なんかあの接骨院の先生
がなんか広告打出してるよって言って、うん、うわ見たいダメって押しちゃダメみたいな、そうそう、そういう感覚になります。お金出してる方からしたら、そのだからお金のかけ方っていうのは、うん、それぞれのやっぱ、あれ規模に、うん、まあね、合わせてですね、合わせて呼ぶんで、そうね、広告いくらかけるかは予算やっぱ決めてますよね、うん、予算というかこのぐらいまでだったらかけていいかなって月にって多分ありますよ ね、あります、うんうん、うちはスタッフ次第かな、うん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 、スタッフはあんまりそういうこと考えてないんであれですけど、うんうんうん、スタッフが動ける感覚があるんで、あ、ね、そうですね、どれぐらいかけていいっていうのをある程度決めて、うんうんうん、スタッフだって全然いなかったら、うん、私リピーターさんやってるんで、いらないですもんね。ぶちゃけ、うん、かけてもったいないじゃないですか、うん、もったいない、うん、電話かかっても、あ、ちょっとすいません、行きませんってなっちゃうんで、うんうん、スタッフがね、うん、余ってるというか、いるんだったらちょっと多めにかけるとか、うん、そういうのはこう決めてやってます。うん、だから PPCG 広告、まず集客で、うんうんうん、あと何ありますか、集客。うちはもうホットペッパーですね。あ、多いよね、今サロン、うんうんうん、の人はほぼほぼ90何パーセントそうじゃない、うん、そうですね。でうちはもう本当にこの6年という短い期間ですけど、ランク割と全部試したんで、それでどういうふうに成果が出てくかは割と把握していると思います。ホットペッパーじゃあ聞きたいと思うんで、今度次回さ、ホットペッパーだけの、うん、そうね、うちあれですよ、ホットペッパーはエリアで言ったら、うん、数と口コミの評価の値が、うん、まあ、数も含めたらもう本当にナンバー3にはもう入ってるんですよ。うん、そう、エリアの地域で、うん、だからなんかそのやり方みたいのもあるから、それ絶対知りたいと思った、うんうんうん、うちは出張なんであんまり関係ないですけど、ホットペッパーはないんで、うん、あ、でもずっと聞きたいですよね。言われるもん、口コミなんでそんな多いんですかって。ああ、その口コミの書いてもらう方法とかですね、うんうん、そうですね、ぜひ、あ、じゃあぜひぜひそれはお願いします。あとは何でしょうね、まあ、フェイスブックはよくやってるんですけど、うん、フェイスブックで集客はないですね。ないですね、私も、うん、活動と日記報告みたいな、うん、でもあとでもイベントとかは結構フェイスブック、ああ、そうですか、うん、私イベントやらないから、あ、そうか、うんうん、私はイベントよくやるんで、そうですね、椎名塾とか、うん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 、そのイベントでは使いやすいですね、集客もそうだけど、確かに、うん、お客さんとしての出張生態のあれはないですね、うん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 、あとなんだろう、インスタとかってどうなんですか。やってないやってない、うん、結構でも電話かかってきて、このインスタ絡めた集客のやり方、まあ、お断りしましたけど、うん、でも今フェイスブックは年齢層高くて、うん、でちょっと落ち目なんですよ、うん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 、でインスタとかツイッターの方が圧倒的に上がってるので、まあ、そうですよね、その辺は極めた方が、うん、ね、そうですね、苦手とかいう意識じゃなく、うん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 、商売やってるんだったら使ってった方がいいですよね、うん、確かに、うん、その使い方云々は私もあんまりわからない。あ、でも、ね、面白かったですよ、そこで聞いたやつは、うん、なんかそのインスタでもうなんかこれがなんか100個ぐらい の、 なんかそのタグを、うん、なんかそのこれが引っかかるであろうタグをまずそのプロが一緒に考えてくれると、でもぶっちゃけ言ったらもう経験値だったら自分でやれるじゃないですか、100個で、うんうん、ちょっと大変だけど、うんうん、でやってそれコピってお客さんに、うん、まあ、なんかの何らかのシステムで送って、このタグつけてくれた人には10分延長とか500円引きますよとか、あ、そうなんだ、うん、でやればそのお客さんが私シーナや使いましたみたいな、あ、分かるよな、うん、それ便利な機能ですね。あ、まあなんかそのやり方として、だからだ誰でもできるね、うん、だからラインアウトで送って、うん、で、インスタにこうタグつけてこうやってやってくれた人は、うん、で、シーナやで施術受けました、気持ちよかったみたいなのをやってくれたらサービスがあります。で、そうそう、それそういう時代かも、うん、そういう、だからチラシがそういう形に今電子化してるんですね、やっぱね、うん、電子化してるよね、それ、うん、ツイッターとかってどうなんだろうね。私ね、ツイッターも全然やんないんだけど、だからツイッターのなんかその国にいる人とやっぱインスタの国にいる人ってやっぱりちょっと違うは違うからツイッターの方が一番軽い感じするよね、一言二言でもあるよね、うん、でもツイッターみたいな感じで、うん、昔やってたミクシーのとかもあったけど、うんうんうん、なんか似てんのかなみたいな、ちょっと軽い感じで、あ、そうね、うん、インスタは写真だもんね、うんうん、写真で見せて、あ、映える映えるみたいな感じで、いいねいいねみたいな、フェイスブックはもうちょっと文章ありきの中で、うんうん、でもなんか広告チックなのが増えちゃって、どうしようもないぐらいで、ね、見ててね、確かに、うんうん、もう字だけとかね、うん、うん、
そうだね、うん、多い、うん、分かりやすいけどね。そもそも書き方は私もなんかよくチェック注意されるんだけど、うちのジャーマネに怒られる。違う、行間開けてくださいね。あの行間開けないでブワーって書かれると、そもそもみんな見てないですからね。なるほどね。まあ、そもそも動画の時代になってきてるんで、あ、まあね、うん、動画で見せるっていうのは結構見る人いるけど、うん、ことはあるね。まあ、でもだから今話してきたみたいな、やっぱり結局継続するために集客につなげるやり方みたいのを、うん、まあ、今言ってきたインスタ、ツイッターだったりいろいろ自分に何が合っててやっていくかっていうのは、うん、私はもうね、合ってるかというよりも、うん、全部やっていった話なんですよ。全部、まあね、うん、とりあえず全部やりましょうみたいな、うん、私も全部とりあえずやりました。で、何が一番、うんうん、いいのかっていうのを自分で見極めてってみたいな、うん、だから広告、うん、あとホームページ作らないとね、今はね、うん、ホームページの作り方とかも、うん、今度あのうちのホームページ今実は作ってる最中なんですけど、うん、ミキティモデル主演で主演なんだ主演大丈夫実力ホームページ生現場の、ね、生現場、あ、そうね、YouTube 上げたいと思います。そうですね、はい、うん、結構、あ、こういうふうにホームページ作ってんだっていうのがちょっと分かれば、参考になれば、うんうん、で今はだからあの動画の時代なんで、今度うちのホームページも動画で見せるっていう形で、うん、すごい、だからみんなスタッフが施術してるシーンを撮って、はい、あ、なるほど、あ、このスタッフさんはこんな施術をするんだっていうのを、うん、今までは私の得意分野何何何何っつって何本でも書けるじゃないですか、うん、で今ね実は Google さんもね口コミ評価のあれって評価しなくなりましたからね皆さん、あ、そうなの、そう、 Google がそうなんですよ、まあ、そうなんですよ、あの桜ありきが増えちゃってるのもあるし、うん、信用ならないっていうことで今評価しなくなったんです、うん、なのであの動画で実際見せる、うんうん、あと私も嫌いなインタビューを受けて、うん、私はどんな人物だっていうのもすごい聞かれながら、うん、何かねすごいね、インタビューって聞かれるとね喋れないんだよね。まあちょっと正直やっぱ聞いてくれる側のなんか引き出し方みたいなのがあるから、それはあります、うん、ちょっと相性はあるかもしれない、相性はあるね、うんうん、まあでも今度出来上がったらぜひあの ねちょっと見てみてくださいだからホームページがまず作るっていうことと、うん、それを拡散させるってことね、うん、Facebook だり Twitter だり何々何々、うん、っていうことが一つだよね、うん、一つというかそれなのか、うん、今そういう時代なのかな、うん、確かに、うん、あとお金のかけ方によって、うん、やっぱかけた分だけある程度はやっぱ来ますよね、うんうんうん、でもそのある程度来た人をどう、うん、あのうちの場合リピーターはしないんだけど、うんうん、あのリピーターになってくれるようにまた来てくださいっていうので繰り返しやってるだけなんで、うんうん、でも本当は私のやり方って良くないのかもしれない、マーケッターからすると、うん、プロ、すごいプロみたいな、うんうん、プロの人から言わすと多分あの色々、うんうん、あのどういうのが当たってどういう検索って、あのなんていうんですか、アナリックスとか、あ、はいはい、あの色々、うんうん、ホームページでも、うん、どこを見られてて、うん、何秒見られて離脱術みたいなのか、うん、はいはいはい、そういうのを計算したり、うん、本当はそういうのを見て、あ、ダメなところを改善していくっていうやり方が、負けたね、やり方、うん、もう一つあるのかもしれないですね、うんうん、まあ、でも何にせよ、今運営して自分が施術者側だったとしたら、やりながらどこまでできるかっていう時間とかもね、うん、あるし、優先順位考えてやっていかないとね、うん、そうだね、うん、での中で私はちょっと、まあ、インスタとかツイッターとかはちょっとほぼやってない、うん、だからホットペッパー重視でやってるってことだ、ね、うん、そうですね、うん、うちは PPC 重視でやってるってことだね、うん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 、そうだね、その人によって適正ですね、適正、うん、何が一番やりやすいのか、うんうん、あと何が一番来るのかみたいな感じ、ね、うん、ですね、あと検索キーワードも重要なんで、うん、うちの場合の PPC は、うん、あと今ホットペッパーって言ったけど、でもエリアによって違いますからね、どれが来やすいか、お客さんが客層でね、ああなるほど、うん、エリアって確かにね、そうかもしれないね、うん、で金額も全然ホットペッパー違うからエリアで、うん、かけれる額も全然違う、そうかそうか、うん、じゃあ PPC ちょっと一つ参考になればと思っていうのが、うん、ヤフーっていうのは、うん、あのどっちからだったかというと、うん、女性層が多いそうです、うーん、女性とか奥様とかが、はいはい、で Google は男性が多くて、うん、多くてって話ですよ、割合的に多くてビジネスマンとかが多いっていう統計にあるみたいです、うん、さすが、うん、ちょっと、うん、その辺ちょっと考慮して、うん、そしたらこの、まあありますよね、お金のかけ方、私女性層が欲しかったらヤフーの強さとか、そうですね、エステだったらとかね、うんうん、そういうのがあるので、なるほど、あります、なんか尽きないですね、ちょっとまた そうだね、それに関してまた別でも取りたいですね、うん
集客は一生の課題だと思います。そうですね、続けるっていうことはずっとし続けなければいけないから集客も、集客もし続ける、それイコール継続、そうですね、集客に答えはないと思います。あお、かっこいい、いい締めくくりになったところで、はい、はい、それではまた、じゃあね、なんかいいのチョキじゃなくて、あ、チョキ、はい Right before my eyes are gray